ユニクロの8月の国内既存店売上高は1年前と比べておよそ3割増加しましたプラスは3ヶ月連続です記録的な猛暑や新型コロナウイルスの感染拡大により自宅で過ごす人が増えた影響で夏物のカジュアル衣料の販売が好調でしたまたエアリズムマスクへの人気が売上を押し上げ大幅な増収となりました